今回の優しく学ぶ電気工事シリーズからいよいよですね、配線図の中身について説明をしていきたいと思います。配線図というのはこの問題ではですね、毎年31番以降に出るものなんですね。まあ、今画面に出しているのは昨年の上期に出題された問題なんですけども、まあ、実際にはね、どのように回答していくかというと、まあ、説明がねダーッと並んでいるんですけども、これはですね、この問題の一番まあだいたい後ろというか別紙に書いてあるんですけども、この図面を見てですね、この図面のこのそれぞれの番号ですね、まあ、例えば、ここで言うとこの1番であったりとかですね、この1番であったりとか2番であったりとか、この部分について実際にこの1番で示す記号の種類は何ですかとかいうのが、問われていたりというわけであります。これがあの配線図の問題なんですね。で、この配線図って今申し上げたように図面を見て聞かれていることに答えるというんですけども、これ工事士にとってはもう必須スキルですよね。要するに図面が読めないと当然ダメなわけですから、非常に重要なんです。だから得点配分も31番から50番で計20問40点分あるんですね。だからもうはっきり言ってこの配線図をマスターしないともう受からないというふうに思った方がいいわけです。で、やはりこの図面の問題ですから、図記号についてしっかり勉強した上でないと当然ダメなわけですね。なので、まあ、何回になるか分かりませんけども、図記号についてね、これ詳しく覚え方とかも含めて説明をしていきたいと思います。では一番初めに勉強する図記号は何かというと、配線についてです。配線というのはこの図面で言うとどこに該当するかなんですけども、例えばこの中心のね、このここを結んでいる線、あとはここを結んでいる線、こういうのが配線ですね。で、図面で表しているのはこれは何かっていうと、どこに線を引いているんですかというののみ表されております。で、実際にはですね、実際にはもうちょっと電線の種類とかも遠回しに分かっているんですね。何かというと、問題のこの条件のところで屋内配線の工事は突起のある場合を除き 600V ビリン絶縁ビリン水ケーブル平型、ちょっと見づらくなっちゃいましたね、平型であるというふうに言っているわけですよ。見えるかな、はい、もうちょっと赤で囲ってみましょうね。はい、ここですね。何も書いてなければ VVF だよって書いてあるわけですよ。ってことはこれ何を表してるかというと、先ほどの図面のこの部分ですね、この部分は何も書いてないですから VVF のケーブル工事だよっていうのを表してるわけですね。だから遠回しに書いてあるんですね。なので図面上はどこに配線してるんですかっていうのだけ表しています。どこに配線してるんですかっていうのだけ表しています。はい、じゃあこのどこに配線してるかって意味がね、当然わからないと問題は解けないわけですから、この配線場所ということについてこのから記号を説明していきたいと思います。で、記号を勉強する上でベースとなる考え方があります。図記号ですね。で、電気に限らずなんですけども、こういうものっていうのはですね、たくさん使うものほど簡単に書けるようにしてます。たくさん使うものほど簡単に書けるようにしてます。あともう一つは、昔からあるものほど簡単であるという考え方もできるんですね。で、今回話をするのは配線の場所についてですから、工事で一番多く行われる配線の場所はどこかっていうと、電気工事だとやはり壁の中もしくは天井だと思うんですよね。で、天井、まあメインはね天井なんですけども、
天井裏にやる配線のことを天井隠蔽というふうに言います。天井隠蔽配線ですね。はい。で、配線ってさっきみたいに線で場所を結ぶわけですから、一番書きやすい線の書き方って何かって言ったら、もう誰もが、いや、ただ引くだけですよね。ってことになりますよね。なので、まあ、実線っていうふうに言うんですけども、実線ってこれですね。実線ですね。はい。この実線で書かれるものは、天井隠蔽であるというふうに覚えてください。では、次に多い場所はどこかというと、天井に埋めたら、次埋める場所といったら床下ですよね。なので、床隠蔽と呼ばれる方法。床隠蔽配線。これが、まあ、通常考えうるの中で2番目に多い配線の方法ということになります。そして、すでに実線は使ってしまっているわけです。実線は使ってしまっているわけです。ということは、破線、まあ、点線をつなげて書くのが次の書き方ですよね。で、点線をつなげて書くんだったら、雑にこうやって書いた方が当然楽なわけです。だから、まあ、ちょっと言い方がどうかわかりませんけども、雑な破線が床隠蔽というふうに覚えていただければと思います。はい。天井に埋めた、床に埋めた。まあ、壁の中も含まれてますけども、天井埋めた、床埋めた。あとは、もう、室内に埋める場所っていうのはありません。じゃあ、どうするか、剥き出しで配線しましょう。ですよね。で、剥き出しで配線することを、露出配線というふうに言います。で、これもやはり点線で書いていくんですけど、もう雑な点線は使っちゃいましたから、丁寧に細かく点線を書きましょうっていうことになるんですね。はい。これが露出配線と呼ばれるものであります。露出配線と呼ばれるものであります。はい。で、もう天井埋めた、床埋めた、壁にも露出した、もう室内にはないですね。まあ、あとは床面露出っていうのもあるんですが、それはもうレアケースなんで一旦置いときましょう。あと残るものは何か、ちょっと外に目を向けると、地面の中が残ってます。地面の中が残っています。地面の中に埋めることを地中埋設と言います。地中埋設配線というふうに言います。はい。実線使った、破線も2種類使った。もう残るのは、あとは、左線というのが残ってます。まあ、左線って鎖っていうことなんですけども、左線が残ってます。で、左線の中で一番簡単なのは、一点左線です。つまり、長い線、短い線、長い線、短い線。これを繰り返すというものです。これが、地中埋設と呼ばれる手法になります。メインはこの4種類を覚えていただくといいのかなというふうに思います。さて、今、配線の場所は分かりました。次に分かりたい情報、知りたい情報というのは、場所は分かったから、じゃあ、どういう電線、もしくは電線管を使うんですかというのが知りたい情報ですよね。ね、やはり一番多いのが、ケーブル工事です。はい。ケーブルですね。で、ケーブルの場合はどのように表すかというと、例えばですね、まあ、さっきの問題のように何も書いてなければ VVF っていう前提があるのであればですが、あるのであれば、その場合は、
電線の太さ、それと、まあ、ケーブルって、何本か束ねているものが多いですので、何本束ねているのかなということで、その本数を表すということになります。です。イメージとして、1.6 というのが太さ。で、後ろの 3C というのが本数です。本数です。はい。ただね、これ別の書き方もあるんですね。本数を表すときに、こうやって 3C とか書いたりもありますけども、あと別のやり方としては、例えば今度は電線の種類まで書くとするとね、VVF の 1.6 で 3C と書かずに、ここにこうやって斜め線で3本書いたりします。これは VVF の 1.6 ミリのケーブルを使って、中の本数が3本セットになったものというふうに表します。本数を表すとき、斜め線の数で表すこともあるというふうに覚えていただければと思います。で、今ここで私がね、ケーブルと言ってますけども、皆さんケーブルの定義わかりますでしょうか？ケーブルの定義ですね。ね、明確な定義って言われると、ちょっとわかんないなーっていう方結構多いんじゃないかと思うんですね。で、まぁ、ちょっと下手くそな絵ですが、ケーブルの定義、あとそもそも絶縁電線の定義、あとコードですね。この3つの構造についてお話をして、今回は終わりたいと思います。では、まず絶縁電線です。絶縁電線です。はい。絶縁電線ですが、構造的にはこのような形になっています。中心にですね、この導線がありまして、その周りをですね、被覆で覆ったものということです。はい。ちょっと見づらいですかね。ちょっと明るい色にしましょう。この中心の黄色が、これが導線ですね。その周りを被覆で覆ったもの。これが絶縁電線です。で、当然ですが、絶縁電線は絶縁されてますので、この表面を覆っているものをもうその通り絶縁と言います。はい。次にケーブルです。ケーブルです。で、ケーブルは、厳密に言うと、定義としては、まぁ、ちょっとこれから話す内容と違うんですが、あくまでこの低圧の工事の中でっていうだけであれば、これから話す定義で覚えていただいて結構です。まず、やはり導線がありまして、その周りを絶縁しています。その周りを絶縁しています。そして、まあよく皆さんがイメージするケーブルっていうのは、これと同じものがもう1本か2本あると。はい。はい、で、その上をさらに、
もう一重覆ったもの、これがケーブルです。だ厳密な意味でケーブルというのは絶縁の上に、名称を書きますね。中は絶縁で変わりないんですが、中は絶縁です。そして外のことをこれをシースと言います。まあシースっていうのはまああの川とか表面とかってね、まあ川ですかね、川という意味ですかね。シースと言います。もうちょっと正確に書きますね。外ですね、外をシースと言います。はい、これがケーブルの構造および定義ですね。で最後に、コードです。コードです。コードはまあケーブルとね混同してる方がたまにいらっしゃるんですけども、はい、まずですね、絶縁しかしてません。コードというのは外が絶縁ですね。すると一般的にコードと呼ばれると中の導線自体が細い寄り線になっています。細い寄り線になっています。これがコードですね。でちなみに高圧のケーブルになると、電線が中に1本しか入っていないものというのもあります。つまり1本の導線の周りを絶縁していて、その外にシースがある、二重の絶縁構造になっているもの、それがケーブルであるというのが本来の定義です。ただ第二種電気工事士の範囲で言えば、まあ何本か2、3本とかね、場合によっては4本とかが束なっているものっていうふうに覚えていただいても間違いではないですね。絶縁電線、ケーブル、コード、この構造の違いをぜひ理解していただければと思います。これを踏まえて次回はこのケーブルを表す記号についていろいろと説明をしていきたいと思います。まあ、つまりこれ VVF ということでね、上に書いてありますけども、そもそもこの VVF が意味するものは何なのか、これをちゃんと理解していく必要がありますので、次回の動画で詳しく説明をしていきたいと思います。それでは、今回の解説はここまでとさせていただきます。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。